はい、こんにちは。みさとオーストリッチファームのともちゃんです。今日は3月29日達成予定のひなの解除をしていきます。さて、解除というかもう立派にね、孵化して、はい、頑張って孵化してくれました。この子たちの体重を測ったり足バンドをつけたりしていきます。はい、固定カメラになりました。しっかり忘れていました。首バンドを作ってます。真ん中じゃなくて、どっちがいいかな。今しがた急いで作った首バンドです。木の始めはちょっといろいろと忘れててバタバタしますね。よし、ではとひなをやっていきます。君からだ。はい、小さいね。はい、よいしょ。はい、体重を測ったら、うがい薬でへその緒を消毒します。めよいい。はい、はい、元気ですね。で、足のバンドつけます。はい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 、いいよ。このバンドは1週間ぐらいで外します。よ、これ見えるのか。よいしょ。はい、1番です。よいしょ。はい、そしてお尻で刺繍鑑別をしていきます。映らないけどしょうがない。ちょっと一人で撮ってるので定点になりますが、メスかな。メスっぽい。ごめんね。はい、ナンバーワンはおそらくメスでしょう。はい、どんどん行きましょう。お、軽いな。170。はい。よいしょ。あ、なんかちっちゃい子ですね。でも元気。ですね。はい。2番です。はい。走り。刺繍鑑別。オスかな。オスですね。はい。よいしょ。よいしょ、大きいね。この子はまだ殻から出たてなのでへそが乾いてません。体も大きいからバンドが必須だね。はい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 。あ、そっかそっか、バンドの前に体重測定でしたね。はい、重たい。1145グラム。
お、はい、元気ですね。パワーが違うね。はい、足もさっきの子と違ってムチムチです。よし、どっちだろうこれ。ごめんごめん、ごめんね。メスかな。はい、では、はい、孵化した子たちの退場でした。はい、シナシャへ移動します。移動しますよ。あ、カラカラ、わいい、かわいい。はい、じゃあちょっと待ってて。はい、よいしょ。はい、はい、狭かったね。はい、どうですか新居は。はい、ヒーターで暖かくしてます。今日からここで暮らしてもらうひなたちでした。またねー。